横浜貿易会館は神奈川県横浜市中区海岸通り一丁目に所在する建築物である横浜貿易協会ビルとも表記される1929年に横浜貿易協会の事務所として建設された同協会は1905年に横浜輸出協会として設立され1919年に法人化1927年に輸入関係団体の 横浜製港会と統合して横浜貿易協会となった。1937年には海洋会館側の増築が完成した。大桟橋の入り口の開港広場前交差点に面する L 字型の建物で3階に横浜貿易協会の事務所1階2階には北欧料理店スカンディア1階にはハワイ料理店サンアロハやフレンチレストラン ポモ道路などが営業している。内装は漆喰仕上げで、竣工当時からの床のオーク材は健在である本。ビルの海岸通り側は横浜海洋会館。大山橋側はジャパンエキスプレスビルに隣接する。横浜海洋会館は本ビルと同じく大蔵土木の設計、思考でスクラッチタイル仕上げのよく似た外観を持つ。 ジャパンエキスプレスビルは本ビルの思考管理にも携わった川崎鉄道の設計である。開港広場前交差点を挟み、シルクセンターや横浜開港資料館があり、横浜の旧来からの港湾地区の中心に位置する。本、ビル及びその周辺は港横浜を感じさせる景観として、しばしば風景画に描かれたり、ロケーション撮影に使用されたりしている。ありがとうございます。